1961年に22名の先輩諸氏によりこの倉吉青年会議所が全国で208番目の青年会議所として設立をされ、それから300名を超える先輩諸氏の方々がこの町を良くしていきたいという熱い志と多大なるご尽力、たくさんの功績を残してくださいました。そのおかげをもちまして、こうやって55周年を迎えられますことを心より感謝を申し上げたいというふうに思います。